こんにちは、池田真子です。はい、今回はザラの購入品を紹介していきます。今回はでもカジュアルな洋服が好きって方にはぴったりなアイテムだと思うので、ぜひお買い物の参考にしてください。はい、まず最初こちらです。フリル付き T シャツです。お値段が3290円でした。このフリルがすごい可愛くないですか。これはカラーが4色展開で、こちらがホワイトです。イエローやブルーもあって、すごいね、春夏らしくて可愛かったです。はい、近くで見るとね、リブが入ったデザインになっていて、なんか素材がね、ちょっとサラッとしていて、すごいね、高見えするような洋服だと思います。あとこの袖のボリュームですよね。フリルはね、2段になっているんですけど、この大きいフリルがね、肩周りもカバーしてくれるし、ポイントになってすごい可愛いと思います。こういうフリル付きの洋服ってね、結構可愛らしくも持っていけると思うんですけど、それこそデニムとかそうカジュアルなものと合わせることで程よくねミックスされてバランスも良くなると思うので、すごいどっちにもいけるのがね便利だと思います。はい、引きで見るとこちらです。もうこう見ると本当に半分ぐらいまでフリル着てますね。はい、実際着てみたらこんな感じです。もうめっちゃ可愛くないですか。結構ね、この体のラインの部分は細身なので、スッキリとした印象で着れるし、その分この肩周りのねボリュームが際立ってすごい可愛いです。首周りも程よい広さで、このね幅もそんなに広すぎないので、撫で方に見えないのも助かるなって思います。で、丈はもう標準ぐらいの丈なんですけど、インして着ると、はい、こんな感じでスッキリした印象で着られます。はい、スカートと合わせるとこんな感じです。この上のフリルとね、スカートのひらひら感がね、すごい綺麗に見えるし、上品な印象になると思います。合わせるスカートによっても綺麗めにも見えるし、可愛くもできるので、普段カジュアルな洋服がいいけど、ちょっと今日は綺麗めな気分っていう時にも使えますよね。はい、こういうパンツスタイルでもすごい可愛いと思います。こういうパンツスタイルにするとすっきりした印象もありつつ、このトップスで女性らしさも出してくれるので、すごいバランスがちょうどいいなと思います。こんな感じでね、カジュアルなパンツと合わせるのもすごい可愛くって、甘くなりすぎないのもいいかなと思います。このトップスはね、本当に大活躍すると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、次こちら、ロールトリムニットセーターです。お値段が3290円でした。こちらもさっきと同じ S サイズを購入しています。で、カラーは3色あって、こちらがストライプっていうののオレンジのラインの方を買っています。はい、近くで見るとね、本当にオレンジの細身のラインが入っていて、こういう首周りとか手首周り、裾周りがね、ちょっとこうロール状になっているのがすごい可愛いです。なんか形的にはね、ちょっと大きめで、丈も袖や裾もね、ちょっと長めな作りになっているんですけど、生地がね、すごい柔らかくて、一応ニット素材ではあるんですけど、こちらも薄めになっているので、結構どんな体型の方でも合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、実際着てみるとこちらです。結構ね、袖も五分袖ぐらいありますね。でもね、全体的なこの幅は細めになっているし、こうダボダボしすぎなくって、すごい使いやすそうです。首周りもそんなに空きすぎてなくって、あとね、素材がすごい柔らかくて着心地がいいです。はい、デニムと合わせるとこんな感じです。もう本当にこれはデニムと相性抜群ですね。オレンジのライン自体、結構ねくっきりとしたオレンジなんですけど、細くラインが入っていることで派手すぎなくって、トレンドカラーもね程よく取り入れやすいのがいいなと思います。はい、次こちらです。これはね、多分新商品で、アプリでね検索しても商品名が出なかったんですけど、デニムジャケットです。お値段が5990円でした。またしばらくしたらアプリとかサイトの方にも出てくるかと思うので、あの品番の方を概要欄に書いておきます。今回はちょっとこのねベージュを購入したんですけど、このショート丈でめっちゃ可愛くないですか。で、裾がね切りっぱなしになっているので、こういう部分もおしゃれだし、ちょっと後ろに向けると後ろの方が若干丈がね短めになっています。これカラーバリエーションとかは分かんないですけど、私が見た時はこの色だけがザーッと並んでいました。前は大きいポケットが2つついていて、このボタンがねマットゴールドなのもすごいね主張しすぎなくて、でもポイントにもなるのがねいいなと思います。このマットな感じはねすごい高見えするし、カジュアルなコーデにも馴染みやすいと思います。もうショート丈でこの幅もね広めなので、今履いてるようなハイウエストのアイテムとかとすごい相性もいいと思います。今のこのコーデにも合いそう。はい、実際羽織ってみるとこんな感じです。
もう形もめちゃくちゃ可愛くないですか。こうやって普通に肩の位置に合わせて着るとこれぐらいの丈になります。で、今これ身長 159cm で XS を購入したんですけど、袖はもう長めになっているのでちょっとゆったりした感じにも着れるし、だからといって丈はもう長すぎないので着太りしにくいのもいいなと思ってこちらにしました。結構ね、そのゆったり着ようと思って S とも迷ったんですけど、こういう風に羽織った時に S の方がその着太りして見えるっていう風に感じたので、まあ XS でも結構ゆったりは着れるのでこちらにしました。ちょっと後ろ落として着るとこんな感じです。これも本当に万能ですよね。今みたいに色物とも合わせやすいと思うし、この色味的に秋とかでもね全然使えると思います。引きで見るとこんな感じです。はい、次はちょっとピンクのデニムパンツと合わせてみたんですけど、こういうデニム同士の組み合わせでも可愛いし、色物と合わせても可愛いので本当にもう万能に使えると思います。このパーツもザラです。まあ今みたいに羽織ってもいいし、肩からかけるとこんな感じですね。すっきりした印象に見せたかったら手首とかを折ったりしてもいいと思います。はい、袖をまくるとこんなイメージです。素材もね柔らかいのですごいね着やすいと思います。はい、次こちらバギーペーパーバッグデニムパンツです。お値段は4990円でした。これカラーが5色展開になっていて、他にホワイトとかエクリとか、あともうちょっと濃い色のデニムもありました。ちなみにこれがライトブルーっていうカラーになります。はい、このパンツね形がすごい可愛くって、まずウエスト周りねゴムになっていて、この上もねちょっとフリルになっているのがポイントで、すごいおしゃれです。結構ハイウエストにもなっているのでウエストの位置も高く見せてくれます。で、ポケットも2つついていて、引きで見るとこんな感じでちょっとねこの形が丸い形になっているんですよ。で、程よく幅もあるのでゆったり着れるし、裾に向かってちょっと幅が狭くなっているので足首周りはすっきりと見えます。で、今これロールアップされていて、まあ、これほどいてまっすぐ着てもいいと思います。はい、後ろを見るとポケットが2つついています。で、よく見るとねここにザラのロゴ入りのパーツもついていました。さっきのジャケットもそうなんですけど、このデニムもね本当に生地が柔らかいのですごい履きやすいです。で、私ねこのシルエットのパンツがすごい履き心地もいいし動きやすいし、で、コーデもねちょっとこのパンツ着るだけでおしゃれにもなるのでめちゃくちゃ履く率高いんですよ。で、初めてねこのデニムのカラーを今回買ってみました。これはもう万能でめっちゃ使えると思います。こうやってもう持ったらわかると思うんですけど、ウエストゆるゆるなんですよ。ほら、このゴムがしっかりはしてるけどすごい履きやすいっていう感じです。履いてみます。はい、実際履いてみるとこちらです。一応ねボタンとファスナーもついているんですけど、もうそのまま履きました。で、あとこの形がすごい可愛くないですか。ちょっとねこの丸みがあって下がすぼんでいるので足首周りはすっきりとして見えるし、でさらに私ね O 脚で、特にこのお尻周り太もも周りが太くて結構履けるパンツもね限られたりするんですけど、このパンツはねその O 脚もカバーしてくれたり全体的に丸く広がっているので、そのお尻周りとかのカバーもしつつスタイルアップして見えるなと思います。はい、さっきの T シャツを着てみました。もうこれもすごい相性いいですよね。本当にもうどんな T シャツでも合わせられます。それシンプルに T シャツとデニムっていうねコーデをしたいっていう時でも、そのね形だったりとかで結構見え方は変わるかと思うんですけど、このデニムはもう本当に1枚でおしゃれにしてくれるので、上が無地の T シャツでもデザイン性があるものでも色物でも何でもねちょっとおしゃれに見せてくれるのが嬉しいなと思います。これはもうすでにね今年一番履くデニムになるんじゃないかなと思ってます。さっきのもう一個の T シャツも着てみますね。はい、次はフリルの T シャツと合わせてみました。このねフリルとこれだけカジュアルなパンツっていう組み合わせもねすごい可愛くって、これだけね肩周りにボリュームがあったりとか、ちょっとこう丸く見せてくれるシルエットではあるんですけど、まあ、丈もねちょっとこうやってロールアップすることで短めになってスッキリとした印象になるのでバランスもよく見えると思います。はい、最後アクセサリーです。こちらウッドフープピアスセットを購入しました。お値段は2790円です。私の感覚でねアクセサリーで3000円ってちょっと高いなって思っちゃうんですよ。でもこれだったらね2セット入ってこの値段なので1個1500円ぐらいって考えたらちょっとお得かなと思って、あとは、ね、デザインがすごい可愛かったので買いました。
はい、まず大きい方出してみるとこんな感じです。片面が木目で片面がこういうゴールドになってます。これ持ってみるとね、めちゃくちゃ軽いです。なのでつけてても重さとかは気にならなさそうです。でちょっとね、こう実際に持って外してみると若干このゴールドの部分がなんか安っぽくも感じるかなとちょっと思ってしまいました。はい、小さい方がこんな感じです。こっちは全体的に木でできていて、こっちは全体的に木目になっていて、表の部分に一つねラインストーンが入っています。はい、実際につけてみるとこんな感じです。これね、向きが両方同じ方向になっているので、多分左側の外側がゴールドで右側が木目っていう感じになると思います。このなんかアシンメトリー感はすごい可愛いです。パッてつけてる分にはそんなにこのゴールドの安っぽさみたいなのも感じにくいんじゃないかなと思います。はい、次小さい方をつけてみました。このパーツの部分が程よくね前に見えてくれるので、ちょっとこうチラッて光るのがなんかおしゃれです。結構色味的にね髪の毛と馴染んじゃうので、ちょっとアップとかにしてあげてもいいかもしれないです。結構カジュアルな洋服とも合わせやすそうだなと思いました。はい、ということで今回はZARAの購入品を紹介しました。春から夏にかけてね、万能に使われるアイテムたちだと思うので、もし気になるのがあったらね、お揃いで買ってみてください。今後もいろんなアイテム紹介していくので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。